アレクセイ・バレンチノベチウルカエフは、ロシア連邦の政治家、経済学者である。ウラジーミル・プーチン政権にて三代目、ロシア連邦経済開発大臣を務めた。1956年3月23日に、モスクワに誕生する。父は、国立土地管理大学教授。1979年に、モスクワ大学経済学部を卒業する。 1982年に、モスクワ大学大学院経済学研究科を、修了し経済学博士号を取得する。フランスグルノーブルのピエール・マンデス・フランス大学から、経済学博士号授与。1982年から1988年に、かけて、モスクワ工科建設大学で女子と助教授を務める。1988年から1991年まで、 コミニストコンサルタント、編集長、モスクワニュース政治解説者を務めた。1991年に、ロシア連邦政府経済顧問、ボリス・エリツィン大統領の下で、首相代行や第一副首相などを歴任した、旧新改革派のエゴールガイダルチームに入る。1992年に、ロシア首相顧問団長。1993年に、 ガイガル第一副首相補佐官。1994年から1996年、さらに1998年から2000年まで、ガイガルが設立した移行期経済問題研究所の副所長を務めた。ガイガルが党首を務めた、ロシアの民主的選択にも入党し、1995年から1998年まで、同党モスクワ支部長を務めた。 1998年には、右派勢力同盟から総選挙に立候補している。2000年から2004年まで、アレクセイ・クドリン財務大臣の下で、大倉次官。また2000年から2006年まで、モスクワ物理技術大学総合経済学部教授。2007年から2010年まで、モスクワ大学経済学部金融、信用経済学科学課長として、大学生に対して、 現代の通貨政策と銀行システムの開発に関する講座を担当した。2004年4月にロシア連邦中央銀行第一副総裁。2013年6月24日にロシア連邦経済開発大臣に就任する。2016年7月に訪日した。7月19日に首相官邸で世耕弘重内閣官房副長官と会談し、9月に ウラジオストクで予定される日露首脳会談に向けて経済協力問題について協議した。また、安倍首相が5月にプーチン大統領に対して提案したインフラ整備やエネルギー開発など8項目の協力プランを着実に推進していくことで一致した。7月20日、林幹夫経済産業大臣と会談し、 中小企業進出の拡大で一致した。2016年10月にインドのゴア州で行われた国際会議の際、国営石油会社ロスネフチのイーゴリセチン社長に賄賂を要求し200万ドルを得たとの疑惑が浮上。2016年11月15日、増収賄疑惑で逮捕されたことが連邦捜査委員会より発表された。これはロシアにおいて 現職の閣僚が収賄罪に問われた初めての例であることから注目され、検察側は懲役10年を求刑したが、2017年12月15日の判決では強制労働収容所での懲役8年の有罪判決が言い渡され、同時に1億3000万ルーブルの罰金支払いが命じられた。英語とフランス語に堪能である。趣味は詩を書くことであり、 二冊詩集を出している。家族は、夫人との間に二男一女がいる。ゼー、ゼー、ロシア大統領府。2014年2月14日閲覧。ゼー、ぜ、ぜ、別チ。2014年2月15日閲覧。ウルカエフ経済発展省が訪日。ロシアナウ。2016年7月24日閲覧。世耕内閣官房副長官とウルカエフロシア。 連邦経済発展大臣との会談外務省ホームページ2016年7月24日閲覧 AB 売りい不元経済発展省に金庫8年の有罪判決スプートニク日本スプートニク https://jp.sputnyknews.com スラッシュロシアスラッシュ201712154385610スラッシュ2017 12 20年12月16日閲覧。ロシア経済省、収賄容疑で、高速国営石油会社から2億円超重量化。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31079632016年11月15日閲覧。ロシア元経済発展省2億円超の収賄で、懲役8年の有罪判決。アフプブニュース、フランス通信社。 http://www.afppb.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31558220177年12月16日閲覧。ありがとうございます。